教会トップが大関陣に勝つだ、大相撲秋場所千秋楽、22日、東京・両国国技館、大関豊昇龍、25イコール立浪、が大関琴桜26イコール佐渡ヶ岳を押し出して白星で15日間の戦いを締めくくった。ただ、両大関ともに今場所は8勝7敗と勝ち越すのがやっと。関脇 24イコール二所の席に独走部位を許し直接対決でも完敗を喫した日本相撲協会の八角理事長元横綱北東海は大関昇進が事実上決定した大の里について立派ですよ前に出ている馬力があるし思い切りがいいすべてを叱っていると絶賛その一方で今の大関陣には厳しい目を向けている 教会トップは大関2人は褒められた成績じゃないうかうかしていたらあっという間に抜き去られちゃう鍛え直して来場所は優勝を目指さないと横綱大関が何人もいてこの成績じゃない2人だからねと指摘し猛省と奮起を促した